場所は王都の広場と、ベータから呼び出しなんて珍しいな。一体何の用事なんだろう。ま、行けばわかるか。昨日寮のポストに一通の手紙が入っていた。差出人はベータで、中には明日王都の広場にてお待ちしています、時刻はって感じで端的な内容が書き記されていて、僕は何か面白いことが始まりそうな意味深な文章に胸を躍らせて約束の場所に向かっていた。この辺りか。ああいたいた。ってどう見ても夏目先生だけど、気づかれないのかな。目立ったら最後だ。どうなっても知らないぞ。いや待てよ、有名人があえて堂々とすることで逆にバレないって寸法か。ああそれならあそこまで自然体なのも頷ける。そしてあの手紙の内容、もしかすると僕は試されているのかもしれない。それならよし、スパイ映画のようなパターンでいこう。他人のように隣に並び、目を合わせないで仲間と会話する、スパイあるあるスタイルが最適解だ。さて始めるか。しました。いつからそこに。もういらしたのでしたら直接声をかけてくださればよかったのに。気づけないようではまだまだだな。申し訳ありません。周囲の警戒を怠るなよ。周囲？はい。確かにどこに教団の目があるのかわからない中で、私がシャドウ様と安易に接触するのは危険行為。シャドウ様の寮にお邪魔して二人っきりだなんて、恥ずかしくてお呼び出ししたのに、なんたる失態。バカバカ、ベータのバカ。人目のある場所を選んでしまって申し訳ありません。気にするな。それで要件を聞こうか。おっと、失礼いたしました。これは、これは三つ星商会からの招待状と特別な衣装です。招待状と特別な衣装、いい響きじゃないか。もしかしてどこかの貴族のパーティーへの潜入イベント？中にはイケてるドレスコードとかがあったりして。私たちから特別な催しをご用意させていただきました。それは期待していいんだな。もちろんです。結婚はあさって。場所は？あれって夏目先生じゃないか？え？本当だ！金髪エルフの可愛い美少女、間違いない。何かのイベントかな。ああ、しまった。私は一足先に失礼いたします。詳しくは中をお読みください。お待ちしております。おいおいベータ、もしかしてノープランだったのか。参ったな。厄介なことになる前にここを離れるとするか。あ、夏目先生があっちの方に。もしかしたら何かイベントがあるのかも。こうしちゃいられない。追いかけるわよ。あれ、そういえばさっきまで夏目先生の隣に誰かいなかったか。親しげに話をしているように見えたが、誰もいないぞ。気のせいじゃないか。ふう、危うく人気者の隣にいるあいつ誰だ状態になるところだった。ま、僕はテンプレを網羅しているから、バレた時の段取りも最初から考えていたんだけどね。とりあえずもらった招待状と小包の中身を確認するか。どれどれ。これは、僕は招待状の指定の場所に来ている。
そしてそこで待ち受けていたのは青い空、白い雲、青い海、白い砂浜、そして立派なリゾートホテルと。凝った任務じゃなくてバカンスときたか。まあ小包の中身が僕用の水着だったからその時に大体察したけどね。でもまさかビーチリゾートまで作ってしまうとは。恐るべしガンマ、恐るべし三つ星商会。手紙には確かまずリゾートホテルの中に来てって書いてあったから、あそこかな。中も豪華だし結構広いな。指定の部屋番号はこの辺り。お待ちしておりました主様。この声はベータとイプシロン。もしかして二人が僕の案内役？はい、その通りです。主様のお世話はこの私が務めさせていただきます。私たちでしょ。まったく勝手に目立たないでください。本当は他のみんなも参加する予定だったのですが、急遽任務が入ってしまいまして。そうなんだ。せっかくならみんなに感謝したかったんだけど残念。いえいえ、そんなもったいないお言葉でございます。今度会った時にでも伝えておくよ。二人は僕を案内した後各自でリゾートを満喫するの？いえ、私たちは今回任務として主様のご案内を任されております。今日は主様のサポートこそが使命ですので、何なりとご命令ください。任務でなくとももてなしますが。へえ、遊びも手を抜かない感じ悪くないね。ぜひお願いすることにするよ。はい、お任せください。では主様、早速お部屋でマッサージなんていかがでしょう。歩き疲れているかと思いますので、ぜひ私が。ちょっとイプシロン、そんなのスケジュールに入っていなかったでしょ。あら、ベータ、まだそこにいたの？ここは私に任せて夕食の準備でもしてなさいよ。抜け駆けは許しません。私だって。あ、この組み合わせちょっと面倒くさいやつだ。こちらガンマが用意したスペシャルルームです。主様専用のお部屋なんですよ。へえ、これはすごいね。よく見るとただ豪華なだけじゃない。これは僕の好みに合わせてくれた部屋にも見える。うん、いいじゃないか。これはさすがは主様、お目が高い。そちらはオークションで500万ゼニーの値がついた一品です。なるほど。こちらの品々は右から300万、450万、800万ゼニーとなっております。家具もベッドも調度品も全て一流の品で揃えています。ガンマがかなり張り切って準備しておりました。そうなんだ。要するにすごい部屋ってわけだ。金銭感覚がおかしくなりそう。なんかベッドで寝るだけでも緊張する気がしてきた。でもいいセンスだ。この部屋丸ごと影の実力者コレクションに欲しい。わかってるじゃないかガンマ、特にこの絵なんか。あれ、この絵、もしかしてん？申し訳ありません、これはデルタがいたずらで描いた落書きですね。え？間違って購入してしまっていたみたいです。デルタがこんな絵デルタにも描けるのですとか言っていたのですが、まさか本当に混ぜているとは。それにしても一瞬で見抜くなんてさすが主様ですね。芸術にも精通していて本当に素晴らしいです。ああ、まあね。というかいつの間にホテルなんて作ってたの？
しかもそんなにお金をかけて。申し訳ございません。連絡が行き届いていなかったようです。三つ星商会の勢力拡大のためとはいえ、一度に莫大な資金が動いていますものね。いや、お金のことは気にしてないんだけどさ、また知らないところで面白そうなことして、ちょっと複雑だよ僕は。主様、こちらにウェルカムドリンクのご用意もありますので、ぜひ召し上がってください。おお、そんなところまで気を配ってるんだ。どれどれ。これは主様の影の英知をもとに開発されたラムネという飲み物だそうです。現世そのままの夏の風物詩。しかもくぼみやビー玉まで再現されていて、芸が細かい。まさに夏って感じだな。ガンマ素晴らしい。なんだかさっきからガンマばかり褒められているような。なんでしょう、この場にいないのに敗北感が。このままじゃ私たちの立場が。こうなったら主様。びっくりした。どうしたの。主様、そろそろ海へ向かってはいかがでしょうか。このリゾートの目玉はホテルだけではありません。美しいビーチも売りなのです。しばらくおくつろぎいただいて結構ですので、後ほど浜辺までお越しくださいませ。ああ、確かにそうだね。荷物を置いて着替えたら向かうよ。ありがとうございます。では、後ほど。ベータ、ナイスフォローよ。珍しく気持ちが一致したわね。ホテルの内装はガンマの独壇場ですからね。ここでは私たちの立場がありませんから。でも海となれば話は別。ここでしかできないとっておきの姿を見せつける。青い海、白い砂浜、そして照りつける太陽。風も心地いいし最高だ。この時期の海なんてどこも人であふれているっていうのに、こんなに広々と使えるなんて贅沢な待遇に感謝だね。そういえば前世もたまに海に行ってたな。主にトレーニング目的で。浜辺で走るビーチランニングや浅瀬の海水の抵抗力を生かして歩くと、いい足腰が鍛えられるんだな。これがさーて、今日は思う存分楽しむとするか。主様、お待たせしました。申し訳ありません、着替えに手間取ってしまっ。どうしたの二人とも、変な声出して。主様の水着姿。はあ、引き締まった体、見え隠れする腹筋。まぶしすぎます。見せつけるつもりが見せつけられてしまった。私、生きてて本当によかった。もしかしてそのために指定の水着が用意されていたんじゃ。そんなわけないじゃないですかね、ベータ。そうそう、少し仕掛けで知恵を出し合っただけで、決して計画的に私たちの欲望を具現化したわけではありません。決して。ごまかしきれてないような。ここは話題を切り替えようかな。ベータとイプシロンだっていつもと雰囲気違うし、個性が出てて似合ってるね。二人ともスタイルいいし。ああ、主様に褒めていただけるなんてありがとうございます。似合っててスタイル抜群で、ベータよりも可愛いだなんて。そんな、今日までいろいろ頑張った甲斐がありました。ちょっとイプシロン、主様はそこまで言ってないでしょ。私にはそう聞こえたの。主様の真意を汲み取るのが私たちの役目よ。なら主様、日焼け止めは塗られましたか。まだでしたらこのベータにお任せを。抜け駆け禁止。え、
いや、それくらい自分でやるけど。いいですか？私が塗り終わるまで手出ししないでください。単独行動は任務において慎むべきじゃないかしら。では私が主様のお背中を、イプシロンが足元を担当する。これで譲歩しましょう。異論あるに決まってるじゃない。どうせ主様のお背中にさりげなく密着する気でしょ。そんなわけないじゃないですか。わー、運動前の準備体操も私にお任せを。ずるい、私もやります。いいけど、主様の右腕として私が右手側を担当するわ。問題ないわよね。うんうんうん、先手を許せない。主様、特製のリンクを。私が先です。あー、ありがとう。このまま二人のペースに乗せられたらまずいな。仕方ない、僕の方で主導権を握りに行こう。よし、二人の気遣いのお礼に新しい英知の遊びを教えようかな。本当ですか？嬉しいです。一体どんな？用意するものがあるからちょっと待ってて。多分ホテルにならあるはず。お待たせ。主様、それはスイカでしょうか？そう、ただのスイカ。果物の中でも結構大きくて迫力あるよね。主様、もしかしてスイカが食べたかったのですか？言ってくだされば切ったものをご用意しましたのに。ああ違うよ、これは遊ぶために用意したんだ。切る前の状態じゃないとダメなんだよね。スイカ割りって遊びなんだけど、二人は初めてかな？スイカ割り、初めて聞きました。それが新しい英知の遊びなのですか？そうだよ、これからルールを説明するね。って感じ。要は目隠しした見えない状態でガイアのアドバイスを受けながら棒で叩いてスイカを割る。どう？わかった？はい、理解できました。私も理解しました。ですが、何かあった？失礼かもしれませんが、私たちのような実力者であれば目をつむって気配を察しスイカを割るなんて造作もないのでは？ふむ。え？マジ？企画倒れ？まあやってみないとわからないよ。うん、一回軽くやってみようか。目をつむって20秒くらい数えてもらえるかな？わかりました。それでは。19、20、よし、もういいわね。さ、スイカの気配を探って。あれ、魔力探知や五感を研ぎ澄ませても何もわからない。どうして？どう？スイカの場所は感じ取れた？いえ、これ以上やっても闇雲になってしまいますので、このくらいにしておきます。あんなに近くに置いてあったのに何も感じられなかったわ。まあ本来は人の声を頼りにして遊ぶものだからね、感じ取れなくてよかったよ。なるほど、スイカ割り、もしかして。ベータ、何か気づいたの？推測ですが、普段の対象は微量でも魔力を持っていたり、呼吸や殺気といった私たちが察せる何かしらの気配を持ち合わせています。ですが今回はただのスイカ。相手がこっちに対して存在感を出していない以上、私たちもそれをつかむヒントすら持ち合わせていないんです。なるほど、つまりこれは視界を封じられた時の戦闘訓練から生まれた英知。スイカ割り、
僕が深い。やっぱり主様の英知は全てに深い意味があるのですね。うん、そういうことにしておこう。それじゃあ本番、私から先にやらせていただきますね。はい、じゃあ目隠しするよ。キャー、目隠しされるのってなんだかドキドキしますね。ずるい。次は私の番じゃない。落ち着くのよベータ。はいはい、そうだね。あ、私縛り方を覚えましたから、ベータの時は私がやりますよ主様。あ、そう、それじゃあお願いするよ。そんな、イプシロン覚えてなさいよ。それじゃあ始めるよ。せっかくだからベータが誘導してあげてよ。声かける方も面白いからやってみて。あ、はい、わかりました。イプシロン、まっすぐ歩いて。まっすぐ、まっすぐ、意外と難しいわ。それからもう少しまっすぐ、少し遠いのでどんどん歩いて。あれ、思ったより遠いのかしら。まっすぐどんどん歩いて。ちょっと、わざとでしょベータ。そんな悪気はなかったの。指示する方も結構難しくて。覚えてなさいよ、次ベータの番だからね。次は私の番ですね。今回は私だけが主様にいいところをお見せするわ。ごめんなさいねイプシロン。主様、スイカ割りって嘘の誘導は禁止なんですか？え？ああ、そうだね。声しか頼りにできない状態で嘘つかれちゃうと意味がないというか。そうだったんですね。申し訳ありません。わざとではなかったんですが、疑われるような誘導は今後気をつけます。そういうことだから、イプシロン、頼むわね。こいつ、初心者のミスってことで初回は水に流そうってわけね。やり返してやろうと思ったけど先手を打たれた。今日のベータはいつにも増して手強い。こうなったら一か八か。わかりました。さて、私の方で目隠しをさせていただきます。あ、せっかくなのでスイカの設置もやらせていただきますね主様。じゃあお願いするよ。何か企んでるなイプシロン。まあ一回ベータにはめられてるし、好きにやらせてあげるとするか。ちょっと少しきつくないかしら。あら、ごめんなさい、初めてで加減がわからなくて。じゃあスイカを置くから離れるわね。さて、まずはスイカを置いてっと。そして隣にもう一つ。完璧。あとはベータを信じるだけ。スライムで生成した偽物のスイカ、もしかして偽物の方に誘導するつもりなのかな。いやでも本物のスイカも近くに置いてるし、一体何を。主様、準備完了いたしました。始めてもよろしいでしょうか。うん、いいよベータ。
始めるわよ。まずは真後ろを向いてまっすぐ歩いて。真後ろ、まっすぐ。こっちは感覚的に浜辺だし危険性はなさそうね。まっすぐ、まっすぐ。一回ストップ。そこから5歩程度進んだら左を向いて7歩進んで、そしたら思いっきり振り下ろしていいわよ。へえ、イプシロンらしい正確な指示だ。これならスイカにしっかりたどり着けるね。私は緻密のイプシロンですから。イプシロンらしい正確な指示ね。でも何も仕掛けてこない。逆に気味が悪いわ。何してるの？そのまま振り下ろすだけよ。はいはい、分かってますよ。でも本当に信じていいの？ダメ元で少し気配を探ってみようかしら。私は直接試したわけじゃないし。微量な魔力の反応を感じる。これは円形だからスイカ。足元の少しだけ左の方に感じるわ。これはチャンスね。これはおそらくイプシロンが運んだ際に微量な魔力根が付着しちゃったんだわ。確かにイプシロンは嘘をつかなかった。でも微妙な正確さを書いて私に盛大な空振りをさせようとしたんでしょうけど、惜しいわね。この勝負、私の勝ちよ。もらったー。あれれ、いったいったった。って、これは何？スイカ…じゃない、スライム？かかったわね、ベータ。せっかく正しい場所を導いたのに、どうして外したのかしら？もしかして、疑って魔力探知に頼ってしまったの？なるほど、そういう作戦か。魔力を帯びた偽物のスライム玉を用意し、隣に置く。イプシロンからのアドバイスに嘘はなかったけど、信じきれなかったベータは自滅してしまった。データを把握しているからこその戦略、見事って言いたいところだけど、そういう心理戦が本質じゃないから。これ肝心なスイカ割れてないし。結構盛り上がったみたいだね、二人とも。ああ、そうですね。こんなに奥深い遊びだなんて思ってもみませんでした。奥深くしたのは二人のせいなんだけどね。スイカは海で冷やしておいて後で食べるとしようか。次はルール通りにやるようにね。はい。しかしこんなにノリノリで遊んでくれるなら僕だって提案しがいがあるってもんだ。次はもう少し体を動かせる遊びがいいかもしれない。あ、そうだ、ビーチフラッグスでもやってみようか。ビーチフラッグス？一体どのような英知なのですか？簡単に言えば、伏せた状態からスタートして少し離れた場所に刺さっている旗を取るスポーツだ。ただし旗は参加者より少ない。二人でやるなら旗を取れるのは一人だけってわけだ。まあちょっと複雑な短距離走って感じだね。どう？やってみる？はい、ぜひ。もちろんやりたいです。これは私とベータが競う感じでしょうか？僕も参加したいところだけど、二人が慣れてからかな。まずはそれで行こう。まずは手本を見せるから見てて。まずは手本を見せるよ。レディーセット。ふう、久々にやれるのが嬉しくて
つい本気でやってしまった。昔はこれを100セットやったもんだ。なんという速さ。これがビーチフラッグス。ごめん、ちょっと本気でやりすぎた。ここまで素早くやらなくていいけど、足腰のトレーニングも兼ねて思いっきりやってみるといいよ。わかりました。それじゃあ私たちも、まずはうつ伏せになって両手を顎の下に揃えて。はい、大丈夫です。それじゃあ行くよ。 Ready Set Go! 出遅れた。しょ、そりゃあ、やったわ、私の勝ち。あら、ベータ、これだけで息が上がっちゃったの？返す言葉もないですね。ちょっと苦しくて、うつ伏せになると胸が圧迫されてちょっと苦しくなってしまいまして。天然物は圧迫された時に苦しくなる？しまった、私としたことが。イプシロン、何か姿勢の工夫とかがあったら教えてもらえ。そんなの気合よ、気合。え、気合？そうよ、最初から気を抜いてリラックスするんじゃなくて、伏せる前から息を吸ってぐっとこらえたりしてるの。なるほど。同じ悩みを抱える者として、今回は特別に教えてあげるんだから感謝しなさいよね。わかったわ、ありがとう、イプシロン。二人ともお疲れ様。最初にしてはなかなかのタイムだったね。ベータは少し出遅れてたみたいだけど、様子からしていろいろと配慮不足だったみたいだね。ごめん。いえ、イプシロンは自分なりに工夫して解決していましたし、私の力不足です。悔しいけど、さすがね、イプシロン。次は私も負けません。望むところよ。さてはイプシロン、持った胸がそんなに肺を圧迫しなかったな。楽になるように自然調整してしまったとか、脂肪よりも圧迫度合いが低かったとか、そういうことだろう。一応対等になるように中腰からのスタートに切り替えておくか。レディーセットゴー。こりゃー、こりゃー、勝者はベータ。ついに2連勝、コツがつかめてきたかも。ベータ、結構体力あるじゃない。主様、もう一戦お願いします。今の私は絶好調ですから、次も負けませんよ。はいはい、準備して。とまあこんな感じで二人とも気に入ってくれたようだ。競争相手がいるおかげもあってか、負けても次もう一本って感じのスポコンっぷりだ。これには僕も彼女たちの情熱に応えてあげたいと思う。今の僕はまさに熱血コーチ。スポーツ少女たちの情熱の火をかき消さず燃えたぎらせるのが使命だ。ふむ。ベータ、勝敗はついているが平均タイムが落ちているな。確かに。イプシロンはフォームが乱れている。このままでは悪い癖がついてしまうぞ。疲れをカバーするために重心を変えていたことに気づかれて。やっぱり主様の目はごまかせませんね。それっぽいことを言ってみただけなんだけどね。僕はスポコンのテンプレもある程度把握している。無理は禁物だ。休憩を挟んでから再開しよう。
さて、準備はいいかな？はい、気合十分です。よしよし、僕は休憩時間中、どうしたら彼女たちをもっと焚きつけられるのかを真剣に考えていた。結論はやはり飴と鞭。厳しい練習を乗り越えるためのモチベーションを用意してあげるのがいいコーチの立ち回りってやつだ。よくある合宿最後のバーベキューとか、コーチのおごりで焼肉とか、そういうお約束が大事だよね。勝った方にはご褒美をあげよう。え？ご褒美？なんでも好きな。いや、そこまでは言ってないけど。ベータ、悪いけどこの勝負絶対に勝たせてもらう。それはこっちのセリフよ、イプシロン。それより負けた時の捨てゼリフでも考えたらどうかしら。へえ、セリフを考えるのはベータの方は得意ではなくて。有名小説家夏目先生の書く捨てセリフ見てみたいわね。ふーん、じゃあ負けたら気持ちを曲にでもしてもらおうかしら。それを子守歌にしたら最高に寝つきがいいでしょうね。人気音楽家のシロン先生、言わせておけばこの勝負絶対に私が勝つ。私が勝つ。おお、こんなに熱くなってもらえるなんて効果てきめんだ。負けた方のフォローもしっかり考えておくとしよう。じゃあ行くよ。レディーセットゴー。スタートは完璧。うわ、2人ともプロ顔負けの完璧なスタートだ。ここまでの数戦で確実にものにしている。残念だけど勝負はもうついているよ。勝利とは常に積み重ねた練習の先にあるもの。直前で成果を出していたのはこの私、勝利の女神。いえ、シャドウ様は私に微笑む。主様からアドバイスを聞いた時、私は勝利を確信した。主様の言葉がいつも私を救ってくださるの。大事なのは初めから持っているものではない、可能性への気づきなのよ。主様からの期待に応えてみせます。うわ、二人とも互角。これは最後まで結末がわからないぞ。誰、僕あんなところに旗を置いたっけ。よし、取った。うわ、しなかったけど、旗じゃなかったみたいね。勝負を台無しに。私のご褒美を台無しにした罪は重いわ。絶対に許さない。おい、二人とも、もちろん無事だよね。もちろん無事なのですが。主様、そのご褒美の件は。旗じゃなかったわけだし、今回は引き分けではあるから、とりあえずやり直しだね。やっぱりそうですよね。せっかく頑張ったのに。そう、想像以上のダメージだ。これは最勝負って言っても気が乗らないだろうな。ここは二人とも最初に比べてすごく上達したね。熱い勝負を見せてもらって僕はすごく満足してるよ。本当の目的は二人のモチベーションを高め、個人そして勝負の質を高めるためだったんだ。え？その報酬は二人とも受け取るべきだと思うし、二人にご褒美をあげるってのはダメかな。それはもちろんです。イプシロン、やったわね。そうね。終わってみれば
ベータがいたからこそこんなに楽しめたと思うわ。これだよこれ。最後には互いを認め合う王道展開。お約束ってのはみんなが好きだからお約束なんだよな。こういうのでいいんだよ、こういうので。それで2人はどういうご褒美がいいの？何か食べたいものとか欲しいものとか。少し考える時間をください。人生で一番大事な選択です。美味しいもの。ああ、美味しいものね。美味しいもの。ん？今のはどっちが？ボス、お待たせなのです。こら、デルタ、シャドウを困らせないの。へえ、いい場所だね。私が力を入れたんだから当然でしょ。みんなどうしてここに？任務完了、遊びに来た。ボス、ご飯の前に遊びたいのです。ボシボシボシ。おい、暴れるな、バカ犬。うわっ、やったな、オラオラオラかな。ボスの本気強すぎなのです。みんなで海遊び、こういうのっていいわよね。いいんですが、そのご褒美。二人に何かあったの？ちょっと説明が難しいと言いますか。まあいいか、みんなで海に来れたんですし、一緒に遊びましょう。そうですね、どうせ引き分けでしたし、みんなでパートね。まあ気にしなくていいなら別にいいんだけど。これがスイカ。さっきスイカ割りってエーチも教えてもらったんですよ。興味ある、やらせて。デルタも得意、スイカ粉々に割った方の勝ちなのです。私も詳しくは知りませんが、絶対違うと思います。やっぱりみんなで一緒が一番ね、ベータ。そうですね、この時間を大切にしましょう、イプシロン。